最近ね、仮払い機の調子が良くないんですよ。ちょっと今エンジンかけてみますね。まあこんな感じでね、吹かすと止まるんですよね。でこれはね、ググってみたらキャブレターという部品がちょっと異常があるみたいなんですよ。まあそのキャブレターってガソリンと空気を混合する部分なんだけども、まあそこが詰まってたりとか、まああとはそのダイヤフラムっていうね、あのゴムのガソリンを吸い上げるポンプみたいなのがあるんだけども、そのゴム弁がちょっと劣化してたりすると、今みたいにアクセルを吹かすと止まるという現象が起きるみたいなんで、今回はこのキャブをね交換していきます。こうまずカバー外して、でこれエアクリーナーね、これはね、あの空気とガソリンを混合するときに、空気を吸うときにね、塵は吸わないようにするためのフィルターですね。よいしょ、外れた。でこれがキャブですけど、ちょっとホースがつながってるからホースを外したい。1個がねホースクリップがあるから、ホースクリップを外してあげます。はいと。であとは外れっかな、ちょっとマイナスドライバーでこじった方が良さそう。うわー、ガソリンがめっちゃ出てきた。危ない。ちょっと待ってくれ、今変に圧がかかってたのか。よいしょ。今黒いホース外したので、次はこの赤いホースを外していきましょう。これキャップ緩めてれば多分ね、ガソリン吹き出てくることはないと思う。さっきちょっとポンピングしたじゃん、最初に不具合を見せるためにエンジンをかけて、そのポンピングの圧がかかってて、まあなってしまったんだろうなと。今キャブ外れたんで、このキャブの中に残ってるガソリンを戻していく。ここ押せば排出されるんで。新しいキャブがあるんですけども、これですね。これ1600円か700円ぐらいで売ってましたね。で最初ダイヤフラムだけを交換しようと思ったんだけども、ダイヤフラム単体でなんか800円ぐらいしたんですよ。でキャブがね1700円だったら、じゃあキャブ丸ごと変えた方が楽でいいじゃんってなって、そうしたんですけど、あ違う、最初にあれだ、ここに通す前に黒いホースがこの太い方の接続口にはまると。で、あれを忘れずに、クリップを忘れずにつけましょう。でこの赤いホースは小さい方の接続口に入る。 OK。 最初にアクセルワイヤーをつけて、次はキャブをはめていきます。はいと、はめた。そしたらこちらのカバーをはめるだけで、このカバーにはさ、こういう見えるかな、ホースの接続口があるから、この黒いホースとこの接続口をくっつけてからの、このカバーをはめると。ちょっとこのボルト引っ込み、奥に引っ込んじゃいがちだから、引っ込んだ場合は
アプライヤーでつまんで出すんだけども、引っ込みすぎたからもう一回やり直す。接続しました。して、ダメだな俺。接続しづらい。このボルトが引っ込むのがムカつくんだよな、これ。なんで引っ込むんだよ。お、いったか。ボルトが引っ込まないでくれ。そしたら、ホースを接続しつつ、これ接続して、いったいった。これどうやってつけるんだっけ、こっちだっけ、こうか。プレートをはめて、した。で、あとは締め込んでいく。なんでアクセルワイヤーもはめる。のワイヤーの太鼓がさ、最初のデフォルトだとここの溝にはまるはずだったんだけども、これはまんねえんだけど。ワイヤーの太鼓、太鼓がはまらないとちょっと意味がないんですけど、ワイヤーの太鼓はまんない。なんでこのワイヤーがさ、なんかごちゃごちゃいじってたらはまりました。ちゃんと溝をありました。このワイヤーを引いた時に遊びを持たせたい。遊びっていうのは、例えばワイヤーを引くじゃん。今ちょっと引いて、こんぐらい引いてる状態で、これ見てもほら、このスロットルのあれは開いてない。もうちょっと力入れると開くみたいな、この遊びが大事ね。もうちょっと遊び小さい方がいいかな。そこはこのネジの締め具合をね、各自調整してもらって、遊びの範囲を決めてもらえれば。もうちょっと狭い方がいいか。OK。 じゃあ最後にこのエアフィルターと、エアフィルターやって、カバーはめて終わり。はい、じゃあちょっとやってみるか。ほら、なかなかいかねえの俺。初爆はあるんだよね、ブルブルってなってるから。一回チョーク開いてもう一回やってみるか。あ、いたいたいた、はあ、行きました。じゃあちょっとスロットルを回しても止まらないか検証。おお、いい感じだ。あ、止まった。なんでだ。試運転がちょっと不安な感じだったんですけども、まあ、しばらく機械を動かしてれば、まあ、馴染んでくるかなと思って、まあ、ちょっとね、敷地内の草刈りしてたんですよ。でもね、ちょっとやっぱエンジンが不安定な感じがして、でしばらく動かしてたら止まってしまいました。キャブレーターをね、新品に交換しても直らなかったということで、まあ、別のところに原因があるということですよね。でまたね、ググっていろいろ調べたんですけども、あの点火プラグが劣化してると、まあ、不具合が起きるということが書いてたんで、ちょっと点火プラグを見てみようと思います。でこちらが取り外したプラグなんですけども、なんか先端がすすけてる感じしますよね。まあ、このすすけてる状態ってあんまりいい状態じゃないみたいなんですけども、まあ実際ね、あの詳しくないんでよくわかんないですよね。だからとりあえずこのススを落として、でもう一回はめて、エンジン始動してみようと思います。まあ結果はダメでしたね。
まあ、とりあえずね新品のプラグに交換してもう一回様子を見てみようと思って、注文しました。で届くのがね次の日なんで、まあ、その届くまでにね他になんかできることがないかなと思って今いろいろやってるところですね。で同じねこのホンダの仮払い機をメンテナンスしてる人の動画があって、まあ、その人はねマフラーをなんかブロワーをかけてすすを吹き飛ばすみたいなことやってたんですよ。で僕もそれに習ってマフラーを取り外して今ブロワーをかけてやってみてます。エアフィルターをちょっと掃除します。今中性洗剤をね染み込ませた水にこうやってもみもみして汚れを取ってますね。でこのエアフィルターの汚れでもエンジンが不調になったりするそうなので今洗ってますね。で今ねキャブ周りをもう一回バラして見てたんだけども一つ発見した。これね、オーリングがキャブに最初からついてたんですよ。外したキャブにはオーリングこれついてなかったのね。で、これおかしいんじゃないかなと思ってみたら、こっちのカバーの方にオーリングがついてたんで、これでちょっと気密性が保てなくなってたのかなって。オーリングが今二重になってたってことだからね。だから今、カバーのオーリングを外して、で、正しい状態になったんで、もう一回やってみようと思う。でこんな感じでいろいろいじった後にもう一度エンジンの様子を見てみます。新品のプラグが届いたので交換していきます。なんかこんな感じで新品と旧型なんだけども、まあ、とりあえずつけてみるか。止まるところまで力強く回さなきゃいけないらしい。新品のはね一応最後まで強く回した。よいしょ。じゃあちょっとやってみるか。治った。グッド。プラグを交換したらあっさり治りました。今試しに草刈りしてるんですけども、キビキビとした動きになって本当新品同様みたいになりましたね。ここ数年ねこの仮払い機本当不調で困ってたんだけども、キャブ交換とプラグ交換でここまでねキビキビ動くようになると思いませんでしたね。いや良かったですね。でこの草刈り終わった後にスロットル緩めたんですよ。そしたらね、エンジン止まってしまいました。で、これはアイドリングの回転数が低いということなんで、ここに調節ネジがあるんですけども、まあ、これを締め込むと回転数が上がるんですよ。だからこのネジを今締め込んで回転数を上げてます。こんな感じで今回は仮払い機の修理動画だったんですけども、まあ、さっきも言ったように、この仮払い機ほんとね、不調で困ってたんですよ。だから電動のやつに買い替えようかなとも思ってたんですけども、まあ、最後のあれ我が書きで修理してみようと思ってやってみたら、まあ、意外とあっさり直ったし、まあ、修理自体も簡単だったから良かったですね。部品もキャブレターが1700円ぐらいでプラグが800円ぐらいだったかな。だから結構安く済んだんですよ。で部品のリンクは概要欄に貼っときますんで、まあ、購入する人はそちらからどうぞ。ということで今回はホンダの仮払い機の修理でした。